あ、どうぞ。番長だけ誰からも選ばれてません。番長、違う、番長、問題が悪い、うん、だって番長はお姉ちゃんだもん。うん、そうだよ、まだ番長出るかもしれない。まだ1回も1位になってないんだけど、はじめは。では続いて、じゃあね、番長1位出るのかというところでいきましょう。続いての問題こちらです。はい、リグロスウーマンの子で、ないじゃん、今回。だって、じゃ妹で1位取ってるから。確かにね。もうこれ行くしかないよな。え、誰なんだろう。ドキドキしちゃう。お、では回答見ていきましょう。皆さんの回答はこちらです。はい、リリコシャッキョ、リリコ、リリコ、あれ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 、これちょっと今、初め誰か選んでくれる流れだろうが。ちょ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 、バチ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 、心の底でお姉ちゃんにしたいランキングナンバーワンはもちろん番長なんだけど、うんうんうん、当てにいってる、ごめんね。おい、みんなどうか思ってないとでも言うのか。これは、これ他の、このお三方はどうなんですか。あの、お三はおっしゃっておられましたけど、なんか最初、うん、はじめって書いてたんですよ。はい、はじめって書いてたんですけど、なぜ、あの、すいません、自分の気持ちに正直になってしまいました。気持ちに正直ですよ。気持ちに正直ですよ。リリカがそばにいてくれたら嬉しいなと思っていただきました。出て、リリカのがそばにいてくれたら嬉しいって話になるだろ。姉にするならの話だから。うん、そう、実際は姉は番長がいい。みんな番長がいいと思う。番長の顔がみんな番長がいいよ。うん、うん、よかったね。そうだよ。ではじゃあ回答、皆さんのね、イメージはどうだったのか見てまいりましょう。皆さんのイメージはこちらでした。はい、おーおー、あ、でも僅差だ。そうなんだ。そうだね。ヤホーニャ、僕は意外と高めだな。確かに。おいおい、低いぞ。おい、どうなってる。いや、これ多分あれ違う、あの、さっき妹に入れた人たちがそのまま入れてるんで。いやいや、おい、あれにも近いよな。おい、マッツゴミャ、どうなってる。どうなってた。はい、ということで、はい、さあ、まだまだ参りましょう、はい、続いてはこちらです。パチカね、パチカ、パチカね、すごいぞ。じゃあ、これあるかも、うん、あります、あるかもしれない。ではでは、じゃあ見ていきましょうか。皆さんのイメージはこちらでした。ドン、おー、おー、やったー。でもちょっといいか、はい、圧倒的じゃねえってところだよな。おい、圧倒的じゃねえんだよな、これ。おい、そうでしょ。でもこの4きっと大きい、うん、番長、いやでも番長、番長は上を目指すよね。かっこいいな。うぜうぜ。いや、はい、ということでこのメンバー、番長が1位でございました。